おはようございます。Perfume 講談です。今日はですね、Amazon からポータブルスピーカーが届いたので開封してみたいと思います。はい、出てきました。 X&GO ですね。ではちょっと開封してみましょう。梱包に入っていまして、まずは、こちら本体ですね。おお、あ、すごい、ストラップがついてる。はい、こんな感じの本体です。お、いいですね。ボタンが大きくて操作しやすいですね。そして、あと、同梱物は、こちらですね。USB-C ケーブルが1本ですね。あとは、トリセツが入ってました。なんかすごいことになってますけどね。あ、ちゃんと日本語もありますね。こちらが操作ですね。じっくり見たい人は一時停止してください。今、3月26日なんですけど、ちょっと長らく使ってみて、またレビューしたいと思います。本日は、4月9日土曜日ですね。あれから2週間ほど、こちらのトリビットのスピーカーを使ってみました。非常にね、使いやすいです。前にアンカーのサウンドコアとかソニーのポータブルスピーカー使ってきたんですけど、いいところだけを詰め合わせたようなスピーカーですね。まず第一にバッテリーがすごく長く持つ。1週間ぐらいぶっ続けて使ってましたね。まあ寝るときだけ使ってるんですけど、あとオートパワーオフね。音楽が終わると自動的に電源が切れるんですけど、15分ぐらいすると自動的に電源がオフになります。で、これおそらくネットの情報だと30分で電源切れますって書いてあったんですけど、僕が測ってみたら15分で電源が切れました。いまいちだなって思った点は、まあそうですね、まあ、充電するとき、ここの充電インジケーターがつくんですけども、充電中はずっと赤いランプのままなんですね。まあ大体のスピーカーとかこういう製品って充電開始すると、あ、赤から緑になって、緑から青になって消えたり、点滅が点灯すると充電が終わるって感じなんですけども、これに関してはずっと赤のまんまなんですね、充電が終わるまで。で、充電が終わると赤いランプがパッと消えるっていう仕様になっています。まあそれぐらいかな。ちょっと充電の様子が今どれくらいまで充電してますよっていうのがちょっと分かりづらい。それぐらいですかね。うん、あとは全然もう音もいいし、ポータブルっていう意味ではもうこれが一番いいスピーカーだと思います。もしもこのスピーカー気になった方は、概要欄に商品リンク貼ってあるんで、そこからお買い求めください。では今日は以上です。シャッケー。